エルパンテーラ、1964年2月3日隊は、メキシコのプロレスラー。ケレタロシューケレタロ出身。実施に、エルイホデルパンテーラ、おいに、ウルティモグラディアドールがいる。4年間アマレスを経験し、1985年11月3日に、メキシコシティからデビュー。ローカル団体転戦時代は、エルパンテーラ2号のマスクマンで、パンテーラネグロコとパンテーラ1号とコンビ。 ラスパンテラスで活動したが、コンビ別する。1987年8月9日には、ゲレーロサムライを破り、メキシコナショナルライト級王座を、ダッシュ。1990年頃からイムルを拠点とし、アギラソリタリア、シクロンナミレストラスサイタスデルリングを結成。1992年前半には、アメリカのリングネームに、転身。3月8日には、フエルサゲレイラを破り、 CMLL 世界ウェルター級王座をダッシュ。1月には、日本のユニバーサルプロレスリングに来日ユニバーサルが創設した UWF スーパーミドル級王座に6人参加のトーナメントで決勝でカネロカサスを破ることができずダッシュならなかったが、6月には UWF スーパーウェルター級王座に4人参加のトーナメントで決勝でスペルデルフィンを破り初代王者になる。 8月15日には、アトランティスの持つ NWA 世界ミドル級王座に挑戦。8月下旬には新たに旗揚げされた、新団体 AAA に、多くの選手が引き抜かれて薄になり、人気の回復のために当時流行っていた、手塚治虫のアニメ、海のトリトンにギミックトリトンのマスクマンに転身。その後トリトンとエルパンテーラーを使い分ける。1994年10月に、 道のくプロレスにトリロンで来日また11月には、新日本プロレスと王の対抗戦には、エルパンテイラーで一試合限定で出場。1995年4月には、道のくプロレスにトリトンで10月には、エルパンテイラーで再来日。1996年にはトリプル a に登場。1997年7月27日には、アイグにて、トニー・リベラを破り、 アイグインターコンチネンタルミドル級王座の初代王者になる。また同年には、WWF、WCW に出場。WWF ではシングルで、ユニバーサル時代からよく知る高道のくと対戦した。1998年にも WWF に出場。2月15日には、高道のくの持つ WWF、ライトヘビー級王座に挑戦も敗退以降。 1999年にも WWF に出場。2000年代は CMLL に出場しつつ、アイグにも出場。2003年3月には、プロレスリングカタ谷と大阪プロレスが合同で行った工業に出場。23日には、アステカの持つ博多ライトヘビー級王座に挑戦した。2005年6月2日に、シルバーキングのブラックタイガー。 ペンタゴンブラックと組んで、アイグインターコンチネンタルトリオ王座をダッシュ。11月には、大阪プロレスの天皇山、誰が一番強い年。トーナメントに、出場、1回戦でビリーケンキットに敗れた。2006年6月29日にはフェリーノと組んで、セレブロネグロ、ドクトル、セレブロ組を破り、アイグインターコンチネンタルタク王座をダッシュ。この頃は、 ラコーポーラス4のメンバーでも活躍。7月14日には12人参加の金網でのコントラマッチでミステリオスソニゴー号に破れ素顔を晒す。2007年以降、CMLL を離れ素顔でインディを転戦、力にも出場。また2007年5月に全日本プロレスにサムライニュージャパンのメンバーとして来日した田中はエルパンテイラーと言われている。2010年、 野沢論ロンガイの、野沢ボンバイエロクロンガイのオールスター戦2010、また、仮面貴族フィエスタ2010パンテーラーのマスクマンで、出場、天竜源一郎、ミルマスカラスとトリオを組み、藤原義明、アルカンヘルデラ、ムエルテ、野沢論ロンガイ組と対戦した。2013年、道の区プロレスに12年ぶりに来日することが決定。ありがとうございます。